聖寿院は京都府鈴木郡宇治田原町にある高野山、新言宗の寺院。創建は800年前、鎌倉時代に伊予教寺の立中寺院として建立。夏季に開催される風林祭りが有名で京都の風林寺とも呼ばれる。客殿にある猪窓と言われるハート型の窓や天井画が知られる。資料としては、慶長元年。 幸種大徳が中高と残っている。和シミ山のふもとでもあることから古くから、修験の修行道場、宿場として栄えた。不動信仰が厚く、幾度と八千枚駒の荒行などが治されていることが、札にも残っている。本尊の十一面観音は秘仏であり、五十年に一度、開帳される。調査により、鎌倉時代後期室町時代の増流とみられ、 特に霧金と衣の流れが美しく、調子定文化財に指定されている。木造不動明王座像鎌倉時代、海景の作。本像の台座は室町時代の候補であり、台座に記された海景の名記も当初のものではないが、第五次の不動明王座像と作風が近いことから、本像も海景作であるとされている。体内からは楕円形の斜里機が発見された。 名記中の聡明から廃物希釈で廃寺となった大寺内山永久寺の関係遺品とも見られる。本像は奈良国立博物館に帰宅中。木造11面間ゼオン立像、鎌倉時代後期室町時代自動車バス。ありがとうございます。